X51ORG は、オカルト関連のニュースを扱うウェブサイト。フォトジャーナリストの佐藤健ことぶきが2002年、北米在住時に、個人サイトとして開設。管理人自ら、毎年3ヶ月以上の長期現地視察を行っている、2004年、南米、2005年、ヒマラヤなど。主に、北米、南米、中国、ロシアなど、 日本国外のウェブサイト及び現地視察から得た情報に基づき、オカルト、超常現象、宇宙人、未確認生物、UFO、都市伝説などに関するニュースを配信している。2006年12月より、ギャオ内で2006年の北米現地視察の模様などをまとめた映像コンテンツ X51 ファイルズを公開している。 2007年12月20日映画遅い人のインタビュー掲載以降、ホームページの更新は停止していたが、これは2009年に発行を予定している新しい写真集のための取材及び編集のためである。2010年1月20日漫画家の漫画太郎とコラボレーションした写真集機械遺産を発表し、2010年中にはホームページの更新を再開すると告知したが、 結局更新はされなかった。ありがとうございます。